鳥羽の駅は、茨城県下妻市若柳港にある、関東鉄道上層線の駅である。関東の駅百選認定駅。駅名はかつて近隣に存在した湖、鳥羽の絵に由来する。当駅は、下妻市の最北端に位置し、前述のように、関東の駅百選の認定駅である。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、無人駅。下立よりに、 校内踏切がある。全体がややカーブしている。2017年度の1日平均乗車人員は32人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。駅前には商店が何軒かある。利園が多い。解体直前の旧駅舎従来の木造駅舎は1926年の開業当時からもので、ロケーションの良さなどから映画。 下妻物語やファンキーモンキーベイビーズのもう君がいないのプロモーションビデオなど何度もロケ撮影が当駅及びその周辺で行われその中で登場している駅舎の老朽化により2008年7月頃から駅舎改築工事が開始され同年10月5日より新駅舎の使用が開始された初代駅舎のデザインを踏襲し一部には解体された 資材を再使用している。沿線住民や来船者の拠りどころを目的として、毎月第3度日曜日に、蕎麦の絵、ステーションギャラリーとして、当駅駅舎内を公開している。駅出発体験や本物の制服、制望を着用しての記念撮影、N ゲージ体験運転、鉄道模型クリニック、上層線の歴史や車両、駅、設備、撮影スポットの情報提供など。 2013年8月17日には、キャンドルナイトイン・鳥羽の絵駅と称し、来場者の手作り道路にろうそくを灯して、ホームや待合室に飾る催しが行われた。上層線開業100周年事業の一環として、当駅にかつて存在していた農作物向け貨物引っ込め線跡の一部を利用した鳥羽の駅線を新たに付設し、2013年11月3日に開通。 第3度日曜日に本気道場での二人のリトロッコ乗車体験が行われる注車区主展。ありがとうございます。